よし、それ触らせてはくれないかい。皆さんこんにちは、泊まりしほです。今日はですね、ある新しいチャレンジをしていきたいと思っています。題してリアクション。というわけで今日はアシスタントがいるので、呼びたいと思います。りっちゃん。はい、りっちゃんです。とあと小春たんです。かわいいね。というわけで今日はよろしくお願いします。というわけで今日はまめたくんと小春ちゃんをお散歩に連れて行きます。すいません、まめたさん、まめたさん、すいません、今日はよろしくお願いいたします。今日はまめたさんのお散歩をさせていただくということになっておりまして、散歩コースの方もちょっと伺いながら一緒に行かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。すみません、ちょっとすみません、すみません、すみません。まめたさん、すみません、ハーネスをつけさせていただいて。トマさんは散歩は得意なんですか？私もですね、実家で柴犬を飼っておりまして、白柴なんですけれども、なので、まあ、得意分野ではあるかなと思っております。あんまりまめたさんが、まめたさんはあまり懐いていないんですけれども、もうこれをつければこっちのもんということでやっていきたいと思います。よろしく。ちょっと逃げてますね。ちょっと気をつけてね、危ないから。散歩するの初めてなんですけど、左行くよ。りっちゃん大丈夫そう？あの感じで。どうですか、お散歩？あ、ちょっと臨機を初めてです。車来てる。好きな。それ両手に持つので合ってんの？片手か。まめたの散歩コース分かるんですか？まめたが連れてってくれるみたいなんで大丈夫だと思います。あんまりお散歩慣れてるようには見えないんですけど、結構グイグイ引っ張っていくタイプなんで。まだあまりまめたさんとの絆が感じられないんですけど。まめた、はい、偉いね、見たよ今ちゃんと。ちゃんと見てましたよ。ごめん、まめた疲れちゃった。引っ張りすぎて疲れちゃった。おしっこしないですね、まめたさん。まめたさん、したら貴重映像かもしれないね、したら。ご機嫌じゃん。カルさんも撮っていて。うん。警戒してる、警戒してる。うん。多頭飼いできてんのすごいな。全然違う犬種で。サマちゃんなら何匹でも飼えそうだね。なんかこんなに飼いたいんですけど、自分マジで。次は何とか、そういう犬種的な要望はあったの？でも、タグ？タグ？トマさんがもう長野のいいところお願いします。雪が降った後の晴れた山は、ガチ絶景だと思う。確かに。ここに癒し。ここで、みんな、いいな。このマンションの方。あ、この子は？東大犬だって。おとくんだって。おとくん、そっくりやん。かわいい。顔似てるでしょ？ねえ、顔似てる。体は似てないんだけど、ね、どっちどっち？おいで、音だよ、音。似てるね、さすが素材。確かに。それ、ね、お前、足短いな。あ、こっち。あ、これしなかったのに、ここで。
まで詰めて。あ、うんちしてるわ、うんちしてるわ。小春さんがうんちしましたのでね、取っていきたいと思います。ちっちゃ。あ、パンちゃんありがとう。飲めた。飲めた？舐めた。舐めておいで。舐めておいで。舐めた偉いね。ね。偉いじゃん舐めた。舐めた偉いね。仲良くなれたね。イエーイ仲良くなれちゃいました。ゴロイで。ゴロイで。仲いいね。ちょっと仲良くなってきたね。嬉しい。本当にめちゃくちゃ嬉しいんだけど。はいや、もうめたも怖くなくなった？お家でも大丈夫かな？ね。すごい。おお。ちょっと。教えてほしい、マジで。今はね、コンピューターの制御だからね。手の長さの問題じゃね。まずこの状態からさ、からどこに設置に。最初これに。多分。足元開いた方がいい。で、ここはまあ最初はこっちで。最初こっちで。自分乗せたんだってさ。あれ下ろそうかって。そのままつかないです。ピッカさん。レスカさん、これこのままいけないです。じゃあ、トモさん、リードつけてもらっていいですか、マメタさんに。はい、はい、マメ、うれ、うれい。これちょっと当分つけられなさそうやな。小春もな、あなた取り巻き。危ないよ。コハタン入りますよ。はい、コハタン。あ、ちょっと絡まってて、絡まってて。勘違いです。めっちゃフェイントかけられてる。はい、じゃあ豆田から行きますと。捕獲。豆田捕獲。すごいことになってる。はい、コハちゃんも捕獲アシスタントのおかげです。申し訳ねというわけで帰ります。コハちゃんこれちょっと待ってよ。はい、今もうおとなしくね。じゃん、仲良くなったね、うちら。イエーイ。はい。楽譜読めるようになった。ああ、わかる。楽譜読めない。み、なんか この数えないと無理だった。そう。そう。だからあのリコーダーめっちゃ得意だったんですよ、自分。けど楽譜読めないから最初に全部書いとかないと。あ、同じタイプかも。だから耳では覚えてるけど。譜面がやめやん。耳で覚えた方がさ。かっこいい。かっこいいね。耳で覚えられないうちは。私は思うよ。ね。なんていい時間なの。ここは優雅すぎ。あ、また聞いてるよ。ちゃんありがとね。ありがとね。ありがとう。というわけで終了です。